オスプレイを乗せた大型貨物船が午前8時半ごろ、岩国基地の港に着岸しました。防衛省はオスプレイ17機を陸上自衛隊に導入する方針です。千葉県の木更津駐屯地に暫定的に配備し、最終的には佐賀空港に配備する計画です。今日到着したのはこのうちの1機目と2機目で、岩国基地では点検や整備、試験飛行が行われる予定です。当初は来月中に木更津駐屯地に配備される計画でしたが、新型コロナウイルスの影響により作業時期が決まらず未定となっています。男の肉体改造に有酸素運動はダメ。医学的には超非効率。ウォーキング、ランニング、サイクリング、有酸素。陸上自衛隊はオスプレイの運用部隊を千葉県木更津駐屯地に新設することなどを明らかにしました。6月にはオスプレイ2機が到着する予定です。オスプレイを運用する陸上自衛隊の輸送航空隊は木更津駐屯地にパイロットや整備員ら430人規模で新設されました。木更津駐屯地は5年以内のオスプレイ暫定配備先となっていて、防衛省はその後佐賀空港への配備を計画しています。6月にはアメリカからオスプレイ2機が到着する予定ですが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で配備計画が遅れることも予想されます。また沖縄県の宮古島には中距離地対空ミサイルと地対艦ミサイルの部隊などが700人規模で進編されました。東シナ海などで海洋進出を強める中国に対し、南西諸島の防衛能力を強化する狙いがあります。